はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編、では16章ですね、やっていきたいと思います。とりあえずタックミーをちょっとマスタープルーフを使って上級職に押し上げましょう。あとこれか、またレベルアップ。闘技場がいけるな。あとはあとはいいかな。一応これやっとこうかな。1でできるし、と特になんか新しくすげえいいのはないな。フェリシアの像とか、どうせゼロ個で作れるし、これ像にしよう。像置き場にしよう。ここじゃあ作っとこう。墓場みてえだなここもはやここ墓地建設。匠のおい、どん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 墓場を作っていくぞ。まあ墓場ゼロだからね、どうせ。なんか1マス空いちゃうないまいち感覚がつかめん。ほいほいほいっと、よし、墓場がだいぶ経ったな。さて、あ、そうだ、匠だ、匠。身支度で、匠、どこだ？いた。こいつに、マスタープルーフ。あと3個か。を、使わせると、使う。あ、これあいつか。力が下がるけど、弓製とかいうのがいる。え、なんか弓製いいな。なんかかっこいい。何が使えるんだ、ちょっと違いがわからん。こいついるから、でも、すでに。金なんとか武者。これ、こっちにしよう。弓をマスターしてもらおう、タックミーには。また、サンダラを食らうのか。雷に打たれて目覚めるっていう。痛い。おお、いいねいいね、速さめっちゃ上がった、移動も上がった。なんか持たせよっかな。これなんか装備できるのあんのかな、他に。特にそんな感じではない。魔法防御プラス4って言いました。この追いはぎって何なんだろうな、これ結構気になるんですよね。服はぎって敵能力減少でもな。匠はね、普通にね、この風神弓は超強いからな、他のを持たせる意味はないよな。とりあえず傷薬でも持たしとくか、自分で回復できるように。あとはこんなもんか。よし、じゃあ今回のサービスタイムはオロチか。オロチもね、結構仲いいんすよ、実はのオロチちゃん。でもまだあれか、ピョピョピョ。そなたの今の運勢は中吉じゃ。中吉かよ、中吉郎だな。なんかもっとすっげえグググググググって上がる地点ないかな。あった。これでも王城ではここだ、神秘的だと言われておったのじゃぞ。スーパータイムが終わってしまった。今のは御事様の触れ方とそっくりじゃった。何、御事様も女遊びが好きだな。懐かしいな。御事様にも触れられていたのか。かんざしとかどうなの。わらわもそなたの顔をグリグリしたいのグリグリしてんのか俺は。あと2段階くらいかな。さあラストだ、ラストスパート。あと1段階あったし。はい、オッケー。まるで御事様と過ごしているような感覚じゃった。何この人、御事様ラブなの。よければまた呼んでほしいものじゃ。そして帰ってくんでしょ帰っていきました。俺どこにいるの、なんか右の方にいるけど何やってんだ。まあいいや、もう毎回章に入る前に5分くらい取られるな。第16章陥落の宮殿。
開炎砲越えに成功した一行はアンヤ軍から身を隠しながら進み、賭博の町マカラスに立ち寄る。だがそこで仲間が病によって倒れてしまう。マジ誰ぶっ倒れたやつ。歓楽街か、あんまり治安が良さそうではないな。王女クラーケンシュタイン、ガロン王様、ミカミックス一行が開炎砲を通り抜けたようです。ああ知っている、あの魔剣と同じ魔法具を仕掛けていたようだが、どうやら意味をなさなかったようだな。申し訳ありません。ここまでの侵入を許してしまったのはこの私の責任であります。この失態は必ずや取り戻してご覧に入れましょう。してその方法とは。はい、奴らが次に立ち寄る町にてミカミックス一行を殲滅いたします。好きにしよう。ありがとうございます。この軍師マクベス、必ずやガロン王様のご期待に応えてみせます。哀れな駒よ。お前からすればみんな駒だろ。マカラス、開炎砲を越えてから随分歩いたね。龍馬兄さん、この町は？ああ、ここはマカラスだ。アンヤ王国特有の賭博の町と聞く。この町もミューズ公国のように歌や踊りのショーが盛んなはずだが、見たところ今は荒れてしまっているようだな。うん、今は長居するわけにはいかない。また森にでも身を隠しながら進もう。そうだな、森好きだな。お、やばい、匠かよ。ふざけるなよ、せっかく上級職にしたのに。匠どうしたんだ。別に何でもないよ。いや、そんなこと言って足がふらついているじゃないか。山越えの疲れが出たのかもしれない。少し休んだ方が。大丈夫だって言ってるだろう。はあはあ。おお、ぶっ倒れた。ぶっ倒れるやつ多いな。おお、しかも1万円になってるし。匠、なんでこんな優遇されてるんだ。これは何？さくら、どうしたんだ？そんな。この症状は特殊な風土病です。このまま放っておけば死んでしまうかもしれません。なんだって。本人を目の前に言うね。古い医学書でしか見たことがない珍しい病気なのに、どうして匠兄様がかかってしまったんでしょう。ごめんなさい、私がもっと早く気づいていれば。大丈夫だ、さくら。きっとこんな病気すぐにどうにかできる。そうだ、アクア姉さんの歌でなんとかできないか。僕が風魔公国で正気を失った時も姉さんの歌で元に戻ったと言っていたよね。ごめんなさい、私の歌で病気を治すことは不可能なの。治せるものならすぐにでもそうしたいところだけど。そうか、どうしましょう。この病気は特殊な薬草がないと治せないんです。でもこんな場所で薬草が手に入るかどうか。このままじゃ匠兄様は。なあ、薬草が必要ならマカラス宮殿に行くのはどうだ。え、マカラス宮殿。ああ、マカラスの町にあるガロン王の別邸のことだ。そこには王国一の医師が常駐し、世界中の薬剤が貯蔵されていると聞く。そこにならきっと病気に効く薬草もあるはずだ。リホマ詳しいな、アンヤの町なのに。ただ宮殿や町には当然ながらアンヤ王国の兵も常駐している。戦闘になることは避けられんが。うん、それは覚悟の上だ。匠の命には変えられないよ。よし、決まりだな。みんな俺についてこい。大丈夫かい匠。どう考えても大丈夫じゃないよ。なんとか動けるよ。もし敵が襲ってきたって平気さ。足手まといにはならないよ。マジで戦闘に参加できんの。お、めっちゃ目立ってんな。忍びを使わせろよ。ここがマカラス宮殿。気をつけろ。ここまでは戦闘せずに侵入できたが、宮殿内にはアンヤ兵がいるはずだ。わかった。準備はできてるよ、リョーマ兄さん。いいか、この場所から宮殿内に入る。3つ数えたら中に入るぞ。1、2、3。今だ。なんで1回転するんだよ。ザル警備だな、宮殿内。もしや、そう、そういえばね、
右にいるジョーカーが仲間になったんですよ。メイドさんの男バージョンですね。侵入者なんでさ、一回一回クルクルクルって回るの。アヤ陛下、すぐに戦闘を。待て、君はフローラ。ミカミックス様、お前なんでここに。姉さん、どうして。皆さんがここに。とにかくここで話していては危険です。あちらに使っていない離れがありますので、ひとまずそちらに。いたねこんなやつ。しかも結構素早いぞフローラ。すげえ立派だな。ここなら安全です。ミカミックス様、よくぞご無事で。またお会いできて嬉しいです。僕も会えて嬉しいよフローラ。でも君はどうしてここに。それは、あの後しばらくして私はこのマカラスで働くよう命じられたのです。北の城塞にいた使用人たちは皆散り散りになりました。すまない、僕が白夜側に着いたばかりに。いいえ、死を失った使用人がそうなるのは当然のこと。ミカミックス様がお気に病むことはございません。それに私はここで働くようになってから、いかにアンヤ王国が民たちに苦しい思いをさせているか分かりました。今はガロン王の近くで働かずに済むことを幸せだと思っているぐらいです。だからこれでよかったんですよ。ほら、久しぶりにお会いできたのに、そんな顔なさらないでください。ありがとうフローラ。あの、皆さんはどうしてここに。ああ、俺の弟タグミが病気にかかってしまってな。ここになら治せる薬があるとんだと思ってきたんだ。あなたは白夜王国の龍馬様ですね。匠様がご病気とは。これはなんて読んだ。けれどご安心ください。薬なら私がこっそり取ってまいります。本当か。はい、私ならアンヤのものにも怪しまれませんし、薬草の名前さえわかれば簡単なことです。薬を手に入れた後は宮殿の裏手からお逃げください。私が外まで手引きいたします。礼を言う。フローラ、これで匠も一安心だな。うわ、聞かれた。なんだ。なりません、ミカミックス王子。マクベス、ごきげんよう。お目にかかるのは確か黄泉の階段以来でしたかな。もっともあの時の私はただの幻影でありましたが。そんな、どうして僕たちがここにいることが分かったんだ。まさかシュバリエで反乱軍のアジトを襲ったのもお前が。はあ、何でも人のせいにするのはやめていただきたい。その質問はむしろあなたの大切なお仲間にすべきではないのですかな。何、おや、今日はフローラもいるではありませんか。王女を追放されてこんなところで下働きですかな。そんなこと答える筋合いはありません。生意気な口を聞く。だがここは同じ王女で働いた者として寛容に見て差し上げるべきか。お引き取りください。ここはガロン王の別邸ですよ。いくら王の軍師といえどここを破壊するなど許されるのですよ。今の私は目の前の獲物を殲滅するためなら手段を選ばなくて良いのです。例えばこのようにね。おお、やられた。フローラ燃えてるぞ。生意気な物言いをした罰ですよ。さあ次はあなたたちの番です。おとなしく私に倒されなさい。お逃げくださいミカミックス様。うわー、やられた。燃えてる。この方には眠っておいていただきましょう。許さない、マクベス。いいですか、私は前に申し上げたはずですよ。白夜側に着いたからには容赦はしないと。私はあなたを倒すためであればどんなことだってしましょう。私はもうこれ以上ガロン王様を落胆させるわけにはいかないのですよ。あなたはこの場で死ぬのです、裏切り者のミカミックス王子を。そうはさせない。出た、お得意の一回転。みんな行くぞ、マクベスを倒し必ず薬草を手に入れる。メイドちゃん相変わらず燃えてるけど大丈夫。服とか血をセーブをしてと。ちょっとまた、
匠が戦闘不能だ。せっかくあげたのに。フェリシア入れるだろう。錦をどうするかだな。サイラス、ここら辺はいいな。モズメがレベル15か。一応入れとこう。アクア出して、サクラ出して、こいつも出して、クリムゾン出して、リョウマ出して、あと3人か。こいつ出して、ヒナタ出して、ツバキかヒノかどっちかだな。こっちっすか。あと1人。おぼろだな。あ、出せねえや。じゃあこれでいこう。うお、めっちゃ詰まってる。砲台、魔法を使えるユニットは魔導砲台の隣の指定位置から魔導砲をコマンドで選べる。範囲内の敵味方を攻撃します。ヒットポイントは必ず1残ります。倒せないってことだな。魔導砲台、弓砲台、暗記砲台はそれぞれの武器を使えるユニットは使用できます。なるほど、特殊なギミックが出てきたな。そして宝箱が増えてる。扉、ちょっと待って。扉があるってことは開けられるやつが必要だ。しまった。ちょっと編成だけ。サイズを出すってことか。そうすると小生ここからだな。ユニット選択、ちょっと待って、オロチ入れる。ほいほい。ひなたも入れるだろう。キノカ入れて、サイズを入れて、おぼろを外すか。そうするとアクア、サクラ、ユーキリ、リョーマと、これで完璧だ。この砲台はもういらないと。でこいつらだな、ぶっ倒さないといけないのは。でも才三はちょっと扉を開けないといけないから上に行こう。なんでとりあえず弓切りでこっち。よし、ダメージを食らわない方で行こう。ほいほい、オッケー。快感ですわ。レベルアップ、早い。お、アマかけるを習得した。なんだそれは。でモズメちゃんじゃなくてサイラスの手やりで、倒せないのか。でもまあ食らわないからな、それはそれでいいか。これ援護攻撃に入るやつがモズメだからか。モズメじゃない方が援護攻撃に入ってほしかった。火の火でいこう。倒せないか。勝ってんだなやっぱり。錦は倒せる。こっちもかなり痛手を食らうけどしょうがない。変身、おりゃおりゃ、痛い、食らえ。楽しかったよ。そうか、俺は死にそうだけどな。ここにもいるか。匠がいないからな、厳しいな。射程2のフェリシアだな。そうするとここに置いて下を攻撃。オッケー、今のフェリシアはスーパーエースだからな。おりゃ超強え。そう、敏腕メイドだ。お前はその名を欲しいままにするんだ。でオロチで、うん、倒せないけどまあいい。ほい、お、倒したか。必殺が出たってことは。オッケー、あと上のやつはちょっと来てから追撃をするか。これ何、扉？なるほどね、この扉を開けないといけないか。再造で、あ、扉開けられない。あとはひなたとりょうまと、こいつ危険だな。もずめちゃんで俺で回復させよう。夏だな、だいぶ減ったかな。よし、 OK。 あ、こいつもマックスになった。いつの間に。最初は全然レベルの上がりが遅かったけど、
回復の役目が増えてきたからな。フィンブル、おーあっと、氷の魔法か。勝負あったな。お、そうか、雷神刀を装備させたから反撃ができる。雷神刀は射程2なんですよね。ダメだ、パワーがない。あれ、ちょっと待って、宝箱奪う気か、あいつ。そうはさせないぞ。すげえ重々しい扉の開き方だな。僕は本気だ。痛い。とりあえず才蔵はねレベルが低いんだよね。まだ12か、これね。死ぬ、死んでしまう、このままでは。こいつもなるべく反撃を受けない位置でなんとかする。行くぜ、成敗。見事だった。まだレベルは上がらないか。金持ってんな。日向もレベル14だからな。倒せるな。ほい、負けるわけねえよ。レベルアップ、15。こいつでいけるな。よしよし、食べに行こうぜ。お、終わりだよ。終わりだ。スーパー回転切り。あれ、まだこいつレベル1か。火の火でこいつを倒したい。あれ、サイゾーだった、こいつ。すまん、サイゾー、敵かと思ってしまった。夏祭りで回復だ。火の川はちょっと自分でもう回復しててもらおうかな。これどっちから行けばいいんだ。上か。なんか怒ってんなこれ。何、何でもないか。あ、魔導砲台か、これが。いわゆる下にも宝箱が置いてある。よいしょっと。あ、こいつ敵だった。しまった。モズメッティで直すか。そうすると26か。まずコウギリで攻撃をする。一発でいいから当たってくれ、頼む。よし、おー、倒した。次はどなたでしょう。お、宝の鍵を手に入れた。でもな、うちには盗賊がいるからな。お、倒せるな。大丈夫。ほら、オーケー。横取りか。で、あとは再造。再造じゃなくていいのか、別に。再造は扉を開ければいいんだから。守ってやるよ。おお、かさ。ありがとう。あんまり経験値が増えない。あれ、宝の鍵ってもしかして鍵がかかっているとか、これに鍵がかかっているとかかかってないとかってわからん。おお、なんか変なもん手に入れたな。龍馬をちょっと前線に押し出しつつ、こいつは回復と。黄色のびっくりマークって何なんだ？特攻か？ちょっとわからん。こいつはもう上級職だから。アクアとかってなんだ？なんかすげえ特殊なジョブの感じがするけど、さくらはもう完全に大丈夫だな。回復2ずつ回復していくのも悪くはない。倒せた。成敗。強い。龍馬もマジ強い。匠がいないけど全然大丈夫だな。日向、俺、フェリシアちゃんどうせ回復できるから火の香を回復しとくか。
経験値も稼ぎつつ、だいぶ詰まるな、やっぱり。コウギリが、まあ、適当に経験値稼ぎと。で、こいつは宝箱。女神の像、そのためにお前はいるんだ。いきなり敵とか出てこないよな。何、後ろを狙ってくるとは卑怯なり。いいね、反撃撃てるのでかい。射程2のやつみんなに持たせようかな。ほらクリティカル倒したぜ。ようやくレベルアップした。シャキーン。早いなこいつ。流星を取得した。もはやスキルがわかんない。手に入れた。俺に向かってくるとは愚か者め。つーいえ、マジつーいえ。あ、増援が出てきた。しかし増援など私たちが相手だ。恐るるに足らん。龍馬無双が始まった。ロボチ、こいつも攻撃できるな。射程にかしょうがない。魔法対魔法で最後にこいつで倒せば OK。 火の鎌レベルかな、低いからな。こういう棚ぼたでなんとかしないと。ありがとう。レベルアップ。でもこいつもそろそろ20に近づくな。よしよしよし。で、龍馬ちゃんが減ってるんだよね、やっぱり。前線に出すぎたせいで。ひなたのな活躍が全くないな。まあ、モズメも全然活躍してないけど。こいつなんだ、あの黄色いびっくりマークなんだっけ。とりあえずサイラスを壁にしとこう。キツネで再造がな。ちょっとだいぶ宝箱を取ってたせいで遅れてしまった。こいつで2回行動させるか。再造よ。急ぐんじゃ、急ぐのじゃ再造。お前は宝箱を漁るために生まれてきたと言っても過言ではない。アクスファイターか。射程2から攻撃してな。武器の相性が悪いです。もう1体攻撃いける？いけないな。こいつ射程2あるか？ない。ちょっともう1マスずつ進めるか。そうすると攻撃だ。よいしょ。もうすげえ詰まってる。 OK。 あ、来た。結局来たか。ほら決まったな。さらばだ。助かったよ。デンサイラスいくつだ。18か。いやマジでマスタープルーフ足んねえなこれ、数が。もしかしたらマスタープルーフを厳選する必要はあるかもしれない。赤くなってる。ひなたがな15か。まだ村人ちゃんも15。そもそも職業村人ってなんだよ。あ、龍馬がしまった。少し遅れている。フェリシアも再造だいぶ遅れたな。アクア壁役。さあ行くよ。痛い。ほい。おお、すげえ出るな。すまないな。扉
何、あいつが扉を開けようとしているもしや。わあ、赤い才蔵。ちょっとこいつピンチだからな。回復や、回復のさくらちゃん、まあ重回復を使うわけでもないからな。まだ本当にやばいってなった時に使おう。秋は有限だからな、無限にあるわけじゃないんで。この夏祭りはね、無限にあるから大丈夫、レベルも上がるし。20、あれ、レベル20でマックスになってない。メイドちゃんは特殊なんだな、やっぱり。うおお、マジか、そういうやつか。サイラスやばいぞお前、回復させてもらえ。夏だな。そしてやつが扉を開け出して、げ、こいつ危険だ、こいつも危険だ。サイゾー、お前が遅いからそうなるんだ。どうしようかな、ここで攻撃を仕掛けるか。ほい、ほいっと。ありゃ、いっぱいだ。この宝の鍵とかってさ、ストックできんの？なんか大丈夫か、こいつ狙われて死にそうなんだけど。大丈夫だな。ひなたを出して、オロチも行って、詰まってる、順番待ちだ。あと動いてない誰、こいつか、ソシアルナイトか。あれ、まだいる、動いてないやつ、誰、モズメちゃん。あいたー、ノーダメージのやつがいた。戦うしかない。うおー、宝箱を漁りに行っている。あいつはシーフ。まあでも倒せばね、それでパクれるから。素敵な断末魔、経験値の上がりが遅いな。鍵ばっかりだな。 OK、モズメちゃんのレベル上げたいからな。ひなたと、サイゾーどこにいんだ、まだここか、遠いなサイゾー。よし、サイラスで攻撃するか。ちょっと離れて攻撃しよう。うわー、結局こいつ射程に持ってんのか。夏祭りでだいぶ減らされてたな。射程2が欲しいな。魔導はできねえしな。サイラスで攻撃するとどうなる、倒せんな。よし、行くよ。ほら、終わりだよ。何なんだマジで、めっちゃ下差が出るんだけど。おかしくねえか。ありがとう。レベル、ようやくレベル2。おー、いいね。お、B に上がった。キツネ、メイドちゃん、メイドをもう一回行動させよう。ボスを倒しちゃうとな、宝箱が手に入らないからな。パクられた、金をパクられた。サイゾー、どこだサイゾー。まだこんなとこでうろうろしてんのか。メイドを連れてこう。あとはひなただな。ここでとりあえず止まってれば大丈夫かな。来た、
こっから攻撃できるから、よし、行くぜ。行きましょう。てめえ、宝箱の中身、奪いやがって。悪いな。これが報いだ。3000、1万。結局、無駄なことをしたな、お前は。宝箱の鍵を一つ無駄にしなくて済んだな。って言っても、再造に開けさせるから意味ないんだけど。カチャ術書、いいね。そろそろちょっと溜まってきたからな。術書とかそういうやつが。龍馬も射程2から攻撃できるかな。なんだこいつ、一発で倒せるぞ。お命ちょうだい。ガロン王様、見ていてください。必ずや私がこいつらを一匹残らず。銀ヌンガガボト、わー、貸された。おお、こっちも貸した。てか命中 4% が異常だな。最後誰にしよっかな。モズメちゃん、モズメちゃんで倒したい。これでモズメが死ななければいや。あ、倒しちゃった。これで倒した。あ、絶対終わったもん、これで。またしてもこのような失態をガロン王様に何とお詫びすればよいか。おお、いっぱい経験値入った。モズメで倒したかったな。まあいいか、負けられんかな。俺は強き王になってみせる。お前が王になるの。まあ第一王子って言ってるからな。さてさて、勝負あったね。マクベス、お前を倒す前に一つ聞きたいことがある。僕たちがここにいることをお前に教えたのは誰だ。てんてんてん。いえ、サモナイト。サモナイト、仲間が疑わしくてしょうがないですかな。な、自分はアンヤを裏切っておいて誰かが自分を裏切るのは許せないとお思いか。おお、なんと浅ましい。こういうものからはさっさと逃げてしまうに限る。ドロン。すげえな、消えた。そちらは幻影です。やはり爪が甘いですな、ミカミックス王子。かわいそうなあなたに一つ教えて差し上げましょう。コウモリはすでにあなた方の中にいる。なんだって。せいぜい疑いなさい、ミカミックス王子よ。あなた方の馬鹿げた信頼が崩れる瞬間をこの目で見るときが楽しみですよ。逃げられたか、マクベス。さて、誰がスパイなのかな。お、そういやこいついた、忘れてた。大丈夫ですか、お姉様。あ、意外に元気。 お、じゃねえよ。フローラ、よかった、気がついたのか。マクベスは大丈夫だよ。フローラ、マクベスは追い返した。お前得意げにさ言ってるけどさ、結局逃げられたんだよ。そうですか。こうフローラは寝てたから分かんないけどね、よかったとか言ってるけど逃げられたんだよ。それにしてもマクベスの言うことは本当なんだろうか。僕たちの中にコウモリが。なんだよ。ミカミックス兄さん、あんなやつの言うことを信じるの。いや、そういうわけじゃないけど、なんだか気になって。らしくないな、兄さん。いつも人の言うことはバカみたいに信じるくせに。でも、お、大丈夫か、たくみ。たくみ？くそ。なんだ、これ、体が重。たくみ！大変です。たくみ兄様、すごい熱が。このままでは危険です。私、すぐに薬を取ってまいりますね。行きます。薬草の名前まだお伝えしてませんでしたから。てか治せる薬草を知ってるのもすごいな、さくら。落ち着いてきた感じか。呼吸が穏やかになってきたね、匠。はい、もう安心だと思います。あとはゆっくり休養すれば大丈夫です。ありがとう。ゆっくりってどれくらいだよ。私も一安心です。うん、フローラもありがとう。君がいてくれなかったら薬草を手に入れることはできなかったよ。
いえ。そんな、さくら様が薬草の名前を教えてくださったおかげですよ。ところでミカミックス様、これからどうなさるのですか？マクベス様に見つかってしまった以上、王都への道は閉ざされたも同然ですが。うん、そうだね。でもそうだとしても僕たちはもう進むしかない。あの、よろしければ私たち氷の部族の村に行きませんか？いかがです？まだアンヤ王国の支配を強く受けていない部族の村なら、一時的にあなた方をかくまうことができますよ。だけど迷惑じゃないか。いくら部族の村といえど、白夜王国の一行をかくまうなんて、ガロン王が知ったら何をされるか。大丈夫ですよ。氷の部族はこう見えて強いんですから。アンヤ兵が来たってみんなの陶器でやっつけてやります。頼もしいね。行きましょう、ミカミックス様。私いつかミカミックス様を故郷にお連れするのが夢だったんですね。姉さんもそう言ってましたよね。私たち二人の夢だったんですよね。ペリシア。ええ、そうだったわね。わかった。じゃあ迷惑をかけることになるけど、お願いできるかな？はい、もちろんですよ。よし、匠が動けるようになったら氷の部族の村に向かおう。ミカミックス兄さん、気をつけて。見えるものだけが全てじゃないんだ兄さん。あれを倒さなければ戦いは終わらない。本当の平和は決して。何を言ってるんだ匠。いや、とうとうやられてしまったか、頭まで。今のは一体なんだか不思議な寝言でしたね。うん、寝言。うん、そうだね。見えるものだけが全てじゃないか。やっぱり暗躍してるやつがいるんだ。というところで、じゃあ第16章はこれで終了して、次回またやっていきたいと思います。